一つはこのつがなんですよね。これでいいですか？はいはい。つがっていう木ですか？そう、米つがとかって山にあるんですよ。ああ、はいはいはい。これはなんか思い出が。私が若い頃山に行くのが好きで、山だとつがはこれね、分布は標高のどちらかというと 1,000m 以下のところなんですよ。ところがそれより高いところ標高には米つがという高山性の同じ仲間の木がある。米つがっていうんだけどね、はい、でまあその米つががちょうど6月から7月頃行きますと、ちょうどその新芽がね伸びて、ちょうどこういう状態で黄緑色のすごくこう綺麗な感じでね、ちょうどまあ緑の花ってのはないけれども、はい、本当にこう花が咲いたような感じで新芽がこう伸びてましてね、はい、まあすごく綺麗だなっていうこう印象を持ってたもんですから、はいはい、でたまたま歴史のある木っていうか、昭和27、8年頃には盆栽というね、今でこそ盆栽世界とか、はい、近代盆栽とかいろいろありますけれども、その当時は盆栽という小林則夫さんという方が、はい、こう盆栽の雑誌として世に出したもんで、500号まで続いたのかな、はいはい、盆栽誌の写真にこれが載ってるんですよ。なるほど。もうもっとこんな太くはなく、もっともっと若い感じのが載ってましてね、でそれをたまたま一目だっていうか、あ、この木がそうだっていうことで、はいはい、それとこう比較してね、こう載せたこともあったんですけど、まあそんなことで強い印象があったもんで、盆栽作りに挑戦しようということでやったのがこの一本なんですけどね。それ何年ぐらい前の？もう50年でもないけどこれ最初目にしたのが昭和42年頃だったかな、1年か2年頃ですよ。だからそれから見てももうね、50年近く経つわけで、すごいなちょうど今新芽時で綺麗な時なんですよ。これがこう新芽が、今もう芽は摘んでるけれども、こう新芽が伸びてね、はい、こうなってきて、こういうふうに芽が開いてくる頃が芽摘みのちょうどいい時期なんで、こう引っ張るとこう綺麗に取れる。次の芽が、はい、こう締まった細かい芽が出てきて、それでこう整えるんですけど、なるほど、本当にお花みたいですね、この先っぽとか。綺麗でしょ？綺麗です。でね、まだまだこれね、ただ芽出しがちょっとばらつきがありましてね、こっちまだこれからなんですよ。あ、本当ですね。これがつがの特徴で、米つがは一斉に芽が出てきます。はいはい。どっからでも同じような状態で出てくるんだけど、このつがはこうなんていうかな、ばらつきがあるんですよ。まあそういう特徴もあるけれども、まあ芽を摘んでますから。葉はね、米つがって、その米ってのは米粒みたいな感じの葉という意味もあってね、でこれはつがなんですけど、通常もうちょっと葉はこう大きいんですけど、芽摘みをすることによって、まあ、米つがと同じぐらい同等の葉に仕上がってくるんですよね、芽摘みによってね。盆栽界ではそんなに多くはないけど、あんまりそうですね、見ないかなって、まあ若い頃山に登ったその強い芽出しの頃の印象があるんで、なるほど、これ盆栽ないかと思ったらたまたまありまして、それからずっと長年こう培養管理続けてるんですけど、ね、なるほど。当時はね、あんまり、今でもそうですけど、粘りがあんまりなかったの。それがやっぱり長年持ちこたえることによって、今ちょっと苔で見えませんけど、こういうところに粘りがありますね。肌も大きくね荒れてきたし、苔も乗ったりで古さはね。あ、でもこれ日苔が生えるんですね。そうです、日苔が生えるんですよ。肌もなんか面白いですね、このまだらというか。ちょっと黒いですけどね、部分もあるけど。寄せ植えね。あ、寄せ植えですよね。寄せ植えが、父親が、私の先代が寄せの作り方っていうか、それをまあ一つの形として作り上げたものがあるんで、まあそれにのっとって作ったものが、まあうちには結構ありますけどね。小学にかかわらずできるんですけど、やはりまあこれも楓ですけどね、遠近法を使った植え込みなんですよね、私どもの寄せ植えはね。遠近法、はい、まあ太細長短っていうかね、木のこういう細いのもあれば太いね、その中間もある、あと背の大きいのもあれば低いのもあるで、植え込みもただ植えただけだと植林みたいになっちゃうんで、はいはい、そうでなくて幹をこうつけたり離したり、うん、奥行きっていうんですけれども、こういうここにこう空間手が入るようなこういうところを作ったり、そのこう固まってはいるんですけど、みんな微妙にその空きがあったり太細もある、長短もある。それでまあ今ちょうどこれ葉が茂ってるんで、はい、なかなかその感じはつかめにくいんですけど、落葉してる冬場ね、はい、これはよくわかるんですよね。うん、まあこれもこれは私らが若い頃20歳ぐらいの時作った木だから、22、3、5、6ぐらいまでの間に。すごいですね。うん、でもっと若い木もありますよ。これちょうど芽が伸びてもう2度目の芽摘み、葉刈りに入るんですけど、これはまだ作って3年ぐらい。3年、ただ素材は元立ってますけどね。でもこれも見てもらうと幹の太細がありますよね。これが一番太い、これ真木親木とも言うんですけども、これを取り囲んで細いもので一つのこの奥行きをこの三角形でね、それと正面で見ると向こう一番円形なんですけど、あの部分はこういうふうに細くて。小さいものを使って遠近法ですから、それによってこの遠くに見せる、はい、遠くの、はい、景色を見せるということもある。だ一つの盆状にただ植え込んだ林じゃなくて、植林したんじゃなくて、そういう味わいを持った自然風に作るということがね、で今ちょうど伸びてるわけですよ。今時期ですから、でこれをまた剪定して芽摘みをして整える。楓ですけど、一番これは私の父親が作ったもんだけど、またこれは独特でしてね、放射状になってるんですね。それと幹に模様があるんですよね。確かにこれがね、この木独特の、まあこれこそ作って父親が作ったもんだから、そうですね、80年超えてるかな。一本も枯れてないですかこれ。まあ減ったんですか。多少それはあります。それに補充したりもしてますけど、でも補充したものでももう40年以上経ってちょっとね、やっぱり長年こう培養してますと、部分跳ね出しっていうんですけどもね、この部分ね、はい、ここはね、このほら土の面積が多いでしょ、はい、だからねどうしても太るんです。なるほど。で極端なこと言うと、その親木真木よりも太っちゃうケースもたまには出てくるんで、そういった時には一部それを入れ替えて直すこともあります。端の方が太くなりやすいんですね。なりやすいんです。あの土の面積が多いからね。後ろの方はもう何十年か、40年ぐらい前にちょっとこう入れ替えたものもあります。なるほど。で、そもそもはこういう盆栽の素材、はい、未生種から作るとみんなまっすぐになるんですよ。そうですね、直感になるの、はい、ほとんどが、はい、だそれ直感っていうのは味わいがないっていうことで、多少模様はつけますけど、これはそもそもつけた時になんかね、聞いた話ですけど、石についてたそうです。石付きだったんだ、もともとだから、そんなことでちょっと幹に模様が取れたのか分かりませんけど、この木だけは独特のこの模様があって、ね、模様あるのもいいですね。そうですね。だから大体が薄模様ですよね、今までのはね。結構まっすぐなやつよく見ますよね。そう、大体まっすぐなんですよ。そうですよね。まあこれ枝、今こう葉があって分かりにくいけど、みんな枝細かいです。で枝を細かくするにはもうこれはもう盆栽を作り上げるには一つの手段として、芽摘みはもちろんだけど葉刈りという作業があるわけですね。葉刈りをすることによって枝数を増やす、葉を小さくする、それはイコール枝が細かくなるということなんですよ。まあだから冬場はね、いいですよね。だからもうこれもう2度ぐらいこの芽摘みと大きい葉を葉刈りをする方法を取ってます。今年ですか。今年。そんな頻繁にやるものなんですね。大体3回、最低でも3回からやるようですかね。これからこの時期まだあれですけど、真夏になると30度超える日が続くようになると目が止まりますけど、その前にやると、葉が細かいということは小さいってことですよね。ということは枝も細くて細かくなる。なるほど。ケヤキとかも一緒なんですかね。そう、ケヤキも雑木類みんな一緒です。なるほど。ただモミジに関してはね、なかなかそれが違うんですか。うん、違いますけどね。ケヤキとかカエデとかソロとかそういったものはね。で、今イワシデで寄せを作ったりすることも今見られますね。だこれはソロによく似てます。赤目ソロにね。うん、いやこれも立派ですね。旦那さんがこう手掛けた木みたいなので、この代表的なやつとかって。そうね。例えば受賞歴もたくさんあられるじゃないですか。そうですから、さっきの楓ももっと40年でもないけど前にも作展で、雑木の部門ではあれは私がもらったもんですけどね。創作盆栽で。へえ。山もみち。これはね、私が23歳の時に種をまいたもの。種未生。へえ。作り上げたもの。23歳の時。だからもう50年。50年。かな、もっと経ってる。たくさん未生した中でも優秀な方でしょうかね。すごいですね。粘りが。そう、粘りがね。もみじはこうなりやすいんだけど。こういう粘りが大きくなってくる。まあだから年数作る、要は。盆栽作りってのはやっぱり年数なんですよね。なるほど。じゃあ今の若い人も種からここまでの木が作れるってことですよね。作れるってわけです。じゃあも思い入れは何十年分も。そうそう。なかなかね、何年経ってます。樹齢何年。これはっきりと例えば樹齢50年とかって言えるわけですよね。はいはい。うん、自分でやってますからね。あ、そうですね。だいたい盆栽のいわゆる樹齢っていうものは推定ですから、あくまでも。すごいな。種からだから、まあ他にもいくつかありますけどね。もうこんだけあると、はい、なんか一番なんか気に入っているとかあんま決めれないですよね。まあでも思い出だとこういうね、いくつかありますけどね。そうですよね。いやでも素晴らしいです。じゃあ楓園さん、まあ来れば、まあこういうのもありますよという、見れますので、ぜひお越しくださいということですね。はい、ありがとうございました。